皆様こんにちは。岩田松尾です。この度角川書店より部下の心を1分で動かすマネジメントレターの秘密を発売することになりました。よろしくお願いします。私はボディショップでですね、4年間社長をやったんですけれども、僕が入った時点は、正直会社の状態あんまりいい状態じゃなかったと。4年間で売り上げほぼ2倍強になりました。で、会社を一つこう変革していったその過程をですね、マネジメントレターを通じて、皆さんに届けていきたい。社長がどういう気持ちで会社を変えていったかということをですね、それをこうお伝えしたくて、この本を書きました。毎週朝礼ってどこの会社もあると思いますけれども、朝礼の原稿を全て事前に文字に落として、でそれを、本社で朝礼をした後、原則同日配信で全店お店ですね、ポジショッパー、当時は100店舗、後に170店舗に増えましたけれども、全店にそのメールで内容を送っていたんですね。その時はどっちかというと朝礼原稿みたいな言い方をしてましたけれども、それを、今回主に中枢篇ですかね、取り上げて、書きました。多分印刷すれば電話帳みたいな量になると思いますけど、大体200通前後だと思います。本社とアルバイトの人たちも含めると多分2000人ぐらいだったと思います。で、大体3000文字を目標に書いてましたね。結構やっぱりそれを書くのに4、5時間、時間かかってですね、本当日曜日の夜はもうほぼ潰れるという感じでした。社長の生の声が聞けるっていうんですかね、文字を通じてですけれども、それについて非常に私たちは食い入るように読んでました。で、本社でまさしくファイスベースでやってる、その朝礼をしてる本社の人たちよりも、お店の人たちの方が本当に一生懸命読んでくれていましたし、大体そのバックルームですね、その裏側のバックルームにその、レターってですね、お手紙を全部飾ってあって、もしくはみんなで回し読みをしていて。お店に行くと、みんなでね、先週の話すごく感動しましたとかですね、涙しましたとか、みんなで話し合いましたとかね、そういう反応を聞くと、もうやめよう、もうやめようと僕は思ってたんです。結構負担も激しい、大きいもんですから。で、それがこう4年間続けられたら、やっぱそのみんなが本当に一生懸命読んでくれてるんだということがもう一番の理由だったんですね。そうですね、まずボディショップって本当に素晴らしいブランドだと思うんですね。アニータさんが作ってくれた、ブランドなわけですね。その熱い思いって言いますかね、そういう理念を常にみんなに思ってもらいたいですし、それからこの社長として、やっぱりその仕事に関してみんなこう楽しんでもらいたいと思ったんですよね。でも、その楽しむためにやっぱそれなりにこう業績も上げていかないといけないし、基本的なことに始まって、みんなにこう、ある意味じゃ教育みたいな感じでですね、すごく細かなことも含めて、4年間出し続けたんですね。それでこうみんなこう徐々に変わっていくっていうのがこう実感として分かった。実際数字も上がってきましたし、本当にこう自分の歴史だなって、改めて見返してね、それをすごく実感しました。正直言って読み込んじゃいましたね。時間合わせてわーって読んで、結構いいこと書いてるなみたいなんですね。やっぱり自分の中で4年間の集大成でしたから、やっぱその都本当に一生懸命、社員の皆さんにこう向かってましたからね。それの思いを、自分の思いをそのレターに込めて書き続けたわけですよね。ですから今読み返しても当時のことをすごく鮮明に思い出しますし、自分もその本当に熱い気持ちでこれを一生懸命書いてたんだなっていうのはすごく感じましたね。これは社長の立場で読んでいただいても結構ですし、それから社長からの手紙を受け取るっていう、自分が一従業員って言いますかね、ボディショップのスタッフだと思って読んでいただいても結構ですけども、やっぱり社長の思いですよね。これを僕は4年間ずっとこう繰り返し出したので、社長こういうこと考えてるのかっていうことをですね、ぜひ汲み取ってもらえたらいいかなって思います。